クワちゃんを見てみんな、こんちひろ、ミヤマカメ。クワガタ忍者でござる。よろしくわー。ミヤマカメ、こそつや成功したけどさ、ルリ族3種類目どうしようか。もうね、ルリはちょっと休んでね。マグソ行こうよ。あ、マグソね。ミヤマカメ得意の。大好きなのよ、マグソちゃん ね。今旬だしね。あ、そうだね。このマグソクワガタはさ、クワガタらしくないクワガタだよね。あ、そうだね。発生する時期もさ、あと見た目もね、住んでる場所も、あと生態も、すべてがすべてクワガタらしくないクワガタなんだよ。確かに変わってるよな。今言ったね、時期、普通のクワガタって、まあ6月だったりね、まあ早くても5月とかにコクワはさ、野外活動を始めるけども、マグソクワガタ、4月に野外活動を始めるんだよな。驚きだよね。ジョニーさん情報によると、なんと3月の22日にね、確認したらしいよ。発生した3月に慌てんぼうでしょ、ね、夏を待てないにわかにとっては嬉しいクワガタだな。そうこの大きさね、まあ、1センチも満たない小さなクワガタなんだけど、変わってるのがさ、オスよりもメスの方が大きいの。普通のクワガタはオスの方が大きいよね、メスよりもね。チビクワガタなんかはさ、オスメス、まあ、同じだよね。チビクワガタとかマメクワガタは、だけど、メスの方が大きいんだ。もうね、そうなのよ。でね、マクソクワガタ、クワガタムシのね、オスの象徴であるマンディ、これがね、めっちゃちっちゃい。マンディ、大顎がね、もうちっちゃいよね。表からじゃあさ、ちょっと肉眼で見えない。これ裏返し顕微鏡で見ないとさ、わかんないレベル。もはや、コガネムシだよね。そうなのよ。でもさ、コガネムシ科ではなくてね、クワガタムシ科であるというね、証明できるのは、幼虫を見ればわかんない。幼虫を。確かにね、もうこれ幼虫どう見たって、クワガタだもん。でしょ、住んでる場所もまた変わってんのよ。山あいの川の砂地だよ。砂だよ。砂にいるんだよ。幼虫も成虫も砂にいるんだよな。そうなのよ。普通のクワガタ雑木林にいるけどね、変わったクワガタだよね。ミヤマカメ、今日なんてどうだ。いいね、今日はね、まあ、晴れててさ、気温も高いしね、風も吹いてない、マグソ日和だね。マグソ日和、こんな日はさ、マグソ団子も見れちゃうかも。あれも変わった生態だよな。そうだね、一匹のメスにさ、オスがこう群がってくるね。これ見れるかな今日ね。じゃあ行こう。見に行こう。18.8 度、湿度が 56%、標高が 120m ぐらいだね。お昼前だけど、ここから気温も上がっていくみたいだから、期待できるね。さて、ミヤマカメ、ミヤマカメ、お分かりいただけただろうか。ミヤマカメ、ミヤマカメ、ミヤマカメ。ミヤマカメはさ、網にも使わないの？そうだよ。小艇だ、ね。ここのこと小艇って言うんだけど、小艇攻撃でね。攻撃じゃないか。攻撃じゃない。攻撃しちゃダメ。かわいそうでしょ。これが俺のスタイル。もう武器なんか持たない。ペアじゃないでしょ。だからもうやっぱりこうね、男対男。一対一ね。だから裸になって、武器を持たずにさ、やり合うのよ。わかる？ミヤマカメ今裸だ。ミヤマカメ歩いてるぞ。歩いてる。いただきたね。これはオスだな。オスだね。バナナムシ。バナナムシだな。つまぐろ大横ばいだな。つまぐろ大横ばいね。なるほど。美味しそうだな。食べてみてくれ。これなんか意外とこれ重いんだよな。ちっちゃくて。重いよ。水分含んでるからね。もういないね。いないか。それ行くミヤマカメ。これは無理だね。無理だね。いやでもミヤマカメ行けんじゃないの。これきついよ。いやー無だわ。じゃあ行ける。お、腰気をつけろ。出たお前。おぉ、カエルがいるよ、ミヤマカメ。でっけえ、カエルいるよ。でかくもないか。こういうさ、砂に埋もれてるこう材とかのね、こう下なんかにもね、これ隠れてんじゃないかなっていうところで、幼虫はね、このこういう砂に埋まってるね、この材のところにね、材の中という材の表面にね、いるのを見たことあるんだけど、前年度の幼虫がいるかもしれない。いるかもしれないしね。まあ、でもいいんだけどね。これ、
おお、これ雪中だった。ちょっと待って、ちょっと待って、その、うん、そこにいるね。見つけてるね。同じ色してるからね。死んじゃってるのかな。動いてないね。動いてないの。死んじゃってるのかな。でもね、これ新成虫のはずだからね。あ、でも触覚動いてる、動いてる、動いてる。本当。これ動いてる。動き出した。動いてる、動いてる。ほらほら。ほら来た。動いてる、動いてる、動いてる。生きてるね。寒さで固まってたのか。かもしれないね。死んだふりか。オケラちゃんだよ。オケラちゃん。オケラ。砂に潜るの上手いからね。死んでるか。死んじゃってるね。死んじゃってるか。オケラだーって。あのやつ。そうそう、あの感じで。このメスを狙って詰まってきてたんだけど、団子になる前にこいつ勝った。メスが潜ろうとしてるね。潜ろうとしてるね。おそらくくっついてるね。くっついた状態で潜ろうとしてるの。顔まで行ったよ。ほら、ああもうだだだだ、ほとんどもう体がもう埋まっちゃうね。なんか面白い生態見えたね、ミヤマカメ。うん。ちょっとこれ中身見てみようか。どうなってるか。あれメスはいないね。結構これ掘ってるよ。掘ってるね。うん。そんなに？もっと深くにってこと？すごいよ。来た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 。すごい。すごい。すごい。集まってる。集まってる。下にメスがいるでしょ。いる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 。すごい。来た来た。これだよこれ。集まってる。集まってる。すごいね。すごい。逃げなこれ。奪い合ってる。奪い合ってる。すごいね。こいつが勝ち取ったらみんないなくなっちゃった。離れていったね。いやーやった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 。すごいね、幸運だね。ということでね、マグソクワガタクリア、4種類抜けた。いや、ワカメ、貴重な映像たくさん見れちゃったね。見れたね、ラッキーだったね。マグソ団子も見れちゃったね。見れたね。ミヤマカメもさ、マグソみたいにね、あんなたくさんのオスに囲まれたいよ。そっちなのか。